次に屋良朋弘君。はい、立憲民主党の屋良朋弘でございます。党委員会においては初めて質疑に立たせていただきますので、よろしくお願いいたします。私は養育費の不払い問題について取り上げさせていただきたいと思っております。上川大臣は所信でも養育費についてチルドレンファーストということを表明なさいました。実態はやっぱり厳しくて、母子家庭での養育費の取り組み約 43%、現在受け取っている割合、24%、そして一人親世帯の貧困率約 48% でおよそ半分という、高さであります。一人親世帯の貧困の要因の一つに養育費の不払いがあることは、明らかでしょう。この実態がチルドレンファーストとは言い難い社会の存在で、がある、それが大臣の言葉の中背景にあるのじゃないかというふうに受け取っております。さらにこのコロナ禍において一人親家庭の窮状は想像に難くありません。子どもの権利を保護する上でも養育費不払いの問題に対する公的な取り組みは正味の急だというふうに認識しております。養育費の不払い解消に関する法務省のこれまでの取り組みを踏まえた上で、この問題に対する上川大臣の取り組み姿勢、そしてご決意をお聞かせください。お願いします。上川法務大臣。委員からご指摘をいただきました養育費の不払い問題につきましては、子どもの利益の観点からしっかりと取り組む極めて重要な課題であるというふうに認識をしております。また喫緊の課題でもあると、特にコロナ禍におきましても喫緊の課題であるというふうに認識をしております。この問題につきましては、特に離婚後の子どもの生育成長に関わる問題でありますし、その成長とその生活ということについて、これ直結する課題であるということでございますので、このことについて、運用面についての対応、さらには制度面の課題というところについて、大きく2つに分けながら取り組みをさせていただいているところでございます。養育費の支払いの確保のためには、まず、父母の離婚時に、子どものことを第一に考えて、養育費の取り決めが適切にされることが極めて重要であるというふうに考えております。その意義、また取り決めの方法につきまして、幅広く社会に認識していただくということが必要であるということで、法務省におきましては、養育等の取り決めに関する合意書のひな型を掲載したパンフレットを作成いたしましたり、また夫婦が離婚をする際に考えておくべき事項をまとめたウェブページにつきまして、公開をしておりまして、こうした積極的な広報にと取り組んでいるところでございます。また、制度面ということでの課題でございますが、養育費の不払い問題をはじめとして、父母の離婚等に伴うこの養育の在り方について、民事法の観点からも近年さまざまな課題が指摘されてまいりました。こうしたことを受けまして、私自身、今年2月に法制審議会に対しまして、離婚およびこれに関連する制度の見直しについて、諮問を行わせていただきました。法制審議会におきましても、子どもの目線に立つ、そしてチルドレンファーストの観点から、充実した議論をしていただきたいということで、大きく期待しているところでございます。屋良朋弘君。はい、やはりこの問題、子どもの目線に立つということが、やはり一番初歩的な、スタンスだというふうな、ことだと思います。そしてこの問題、子どもの貧困防止の、にも直結するし、生存にも直結するというふうに言っても過言じゃないと思っております。そして今、大臣ご説明されました、その合意の取り付け、合意書をひな型で。作っているということは、やっぱりこれ、広く国民に知ってもらわないといけない、チルドレンファーストなんだということ、その親の都合で、バラバラになって、子どもの養育、発育、そういったものがないがらしろになったらだめだよというふうなことの意識の改革も含めているというふうに思います。で、その上で
その今、法務省でいろいろその制度面や運用面についての議論がなされているということなんですけれども、これはもう広く政府を挙げて全庁的に取り組まないといけない、財務省も入ってきてもらって財政的にどのような裏付けを取るんだとかといったですね、そんなことも含まれてくると思うんですね。そして問題は方法論ということを先ほど大臣もおっしゃいましたけれども、まあ、諸外国では建て替え型とか取り立て型とかその併用などがあります。で、効率的で効果的で利用しやすい制度を作り上げるためにはやはりエビデンスが最も大事だというふうに思います。養育費の支払いが低調であるのは別れて住んでいる親、離別親に支払い能力がないからであるという、まあ、アメリカの研究結果もあるようです。で、そこで伺いたいんですけれども、そういった調査は必要じゃないのかということなんですね。厚生労働省は一人親世帯について調査を行っておりますし、法務省も協議離婚後の実態調査を今年度中に実施するというふうに、説明あという予定があるというふうに聞いておりますし、先ほども、まあ、子に与える影響調査を近々まとめておられると、まとめて発表されるというふうなご答弁もありました。そこで離別親の調査、追跡調査、それは必要じゃないのかということなんですけれども、それについてのお考えを、厚生労働省、法務省それぞれお伺いいたします。大熊厚生労働大臣政務官。お答えいたします。厚生労働省におきましては、全国ひとり親世帯等調査におきまして養育費や生活保護の受給状況について把握しております。今後ともひとり親家庭の実態を把握しまして必要な支援が行き届くようにしっかりと検討してまいりたいと思います。小出民事局長。お答えいたします。委員ご指摘のとおり、法務省では協議離婚を経験した当事者を対象とした実態調査、これ近く実施することとしておりまして、現在準備をしているところでございます。養育費の不払いの問題の解消のためには、養育費の支払い義務者がそもそも養育費を支払うことができない状況にあるのか、それとも支払うことができるのに支払っていないかという点についても実態を把握して分析する必要があると考えられるところでございまして、今回予定している調査におきましては、協議離婚をした当事者双方の離婚時および現在の職業収入等についても調査項目にすることを予定しております。この調査の結果は養育費の不払い解消に向けた今後の検討において重要な資料の一つになると考えていると思います。はい、矢田智博君。大熊政務官、もう一度お伺いしたいんですけれども、まあ、一人親の調査はなさっているということなんですけれども、私はここで、お伺いしたのは、まあ、先ほど法務省の方がおっしゃっていたその離別親の経済状況、まあ、お仕事されているのか、そういったことを念頭にした調査というのは必要じゃないかということなんですね。やはりその支払い能力がないと、どんなそのいい制度を作ったにしてもこれは回収は無理ですよね。だそういったそのエビデンスで、それを獲得した上で運用なり制度なりを議論していった行くべきだというふうに思うんですけども、もう一度お願いできますか。大熊厚生労働大臣政務官。ご指摘のように離別親の経済状況については把握しておりませんで、またしっかりとこちらの方でも検討させていただきたいと思います。矢田智博君。ぜひとも検討に終わらず、もう全庁的に政府を挙げてというふうな取り組みをですね、やっていただきたい、それぐらいのですね、やはり大きな問題だというふうに私は認識しておりまして、法務省だけに預けるというのはこれあまりにも多分荷が重いというような気がしております。そこで、まあ、その制度設計なんですけれども、イギリスやオーストラリア、そしてお隣の韓国でも養育費を扱う行政庁を設置して、関係省庁と横断的に連携を取って対応しているというような現状も現在ありますよね。それをですね、ぜひとも実現するにはやはり私たちも、まあ、全庁的に政府を挙げてやらないと、この問題なかなか前に進まないんじゃないかなと
というふうな気がするんですね。そこでやはりこの問題に取り組む上でこのスケール感が大事だと思うんですね。で大臣ここでですね、その今のようなその、法務省が、制度も運用も検討してますよっていうふうなスケールスモールスケールでいくのか、それともいやもう政府挙げてやるんだよと、他の 国がもう前例あるでしょうというような認識を持ってやるのかどうか、そこのところ一つ、ご見解をスケール感をお伺いしたいです。上川法務大臣。養育費の建て替え払いの制度、また強制徴収制度につきましては、先ほどアメリカ、韓国 のご事例をご説明いただきましたけれども、我が国にはない制度であると承知をしております。またそうした制度につきては、養育費の不払い解消のために導入を検討すべきというご指摘があるということにつきましても、承知をしているところでございます。法務省の中ということでございますので、ますが、昨年6月以降に法務省の中に有識者会議を設置させていただきまして、養育費不払い解消に向けた検討会議でも検討していただいたところでございます。また厚生労働省とともに不払い養育費の確保のための支援に関するタスクフォースということで設置をさせていただきまして、アメリカを含みます諸外国の制度等も参考にしながら、理論上考えうる制度のイメージ、これにつきまして、しっかりと上げながら、制度面、体制面、理論面等の、論点整理を行って、昨年の12月にですね、取りまとめたところでございます。この論点整理についてのさまざまな課題もございますので、今後、公的支援の在り方につきましては、必要に応じてこのタスクフォース型 の検討をですね、しっかりと進めてまいりたいと思いますし、また先ほど来ご説明もさせていただいておりますが、法制審議会におきまして、この民事法制の幅広いご検討をしていただくべく、諮問をしている状況でございますので、すべてのさまざまな政策、政府挙げての政策を、やはりチルデンファーストの子ども視点でしっかりと束ねられるようにしてまいりたいというふうに思っております。屋良朝宏君。大臣、ありがとうございます。先ほどのですね、離別親の追跡調査、これはやっぱり僕は必要だと思うんですけども、大臣どのようにお考えでしょうか。上川法務大臣。私どものところ2つタイプ、2つ調査を予定をしておりまして、1つは先ほど申し上げたところでございますが、ご自分が子どもの時にご両親が離別をしたという子どもさんの世代で大きくなった世代、大きくなったというか、その方を対象にした、これは近々分析結果を発表いたします。そしてもう1つは離別の親ということでございますので、そのスキームにつきましては、項目も含めて今検討準備をしている状況であります。そうした視点もしっかりと踏まえてまいりたいと思います。屋良朝宏君。ありがとうございます。ぜひともその調査期待させていただきたいというふうに思います。続きましてですね、その実態でちょっとお話しさせていただきたいんですけれども、これはですね、私の地元沖縄に住む20代の女性の話です。お配りしました新聞のスクラップにその、事例が書かれておりますけれども、アメリカ本国に妻子がいるアメリカ兵が既婚であることを隠して、その女性に結婚してちょうだいよというふうに交際を求めて、でお付き合いが始まった。女性が妊娠すると、私アメリカ本国に、もう帰らないといけないと、軍から解放されちゃったんだ、でもう会えないというふうなことを言い残して音信不通になった。でその後女性は子供を出産し、アメリカ兵の居場所を特定するために県内の弁護士に相談しましたけども、そのアメリカ兵の社会保障番号、とか居場所がですね、特定されないとこれはなかなか難しいですよというふうにですね、言われてしまった。そこで国際家事相談を扱う市民団体に相談したところ、インターネットの SNS などからこのアメリカ兵の所属部隊を特定することができて、でその上司に通報したんですね。
ところが裁判所の命令がないと私たちも動けませんというふうなことしか答えがもらえなかったというふうなケースなんですね。で、そのサポート団体と女性は米国の養育費解消システムを活用することにしたんです。米国では行政の担当課が離別親の捜索と法的な親子関係を DNA で鑑定してくれて養育費の回収までやってくれるというふうな制度がございます。この女性の申し出に対してその男性が所在する州の公費で DNA 鑑定が行われこのアメリカ兵が子どもの親である父親であることが確定されました。で、州の家庭裁判所はこの女性から申請のあった翌月分に遡り子どもが18歳になるまで毎月約12万円の支払いを命じる決定をしました。で、支援した市民団体ウーマンズプライド、スミス・ミサキ代表はですね、日米で財産の差し押さえに関する協定を結び養育費の支払いが迅速にできるような制度を整えるべきだというふうに訴えております。で、このケースは養育費を請求する父親がアメリカにいた、まあ、帰国していたということ帰国していたので利用できたアメリカの回収システムなんですね。仮にこのアメリカ兵が日本の基地内にとどまっていたらどうなっていたか。現行制度では裁判所の決定がまず得られなかったでしょう。裁判所に手続きを求める前提となる公正証書など債務名義がありません。そもそも権利義務関係が確定していないので財産差し押さえは無理なんですね。さらに日米地位協定では米軍人軍属の給与など具体的な差し押さえ対象を明記していないため養育費の解消につながらないケースがほとんどだと言われております。国境を越えてアメリカからの養育費は、まあ、回収できたのに日本の基地内にのこの日本のアメリカ軍基地のフェンスを挟むと養育費を支払ってもらえないというこの矛盾があります。外務省はこの現状どのように認識されていますでしょうか。お願いします。外務省有馬大臣官房参事官。お答え申し上げます。日米地位協定上米国は公務執行中に米軍構成員等が第三者に与えた損害に関する判決の執行手続きについてを除きまして米軍構成員等に対する日本の民事裁判権からの免除を請求してはならないこととなっております。したがいまして米軍構成員等の公務外の事項につきましては基本的に我が国の民事裁判所の手続きに従うこととなっております。これは地位協定第18条9項に定められております。同じく地位協定第18条9項の中で日本国の法律に基づいて強制執行を行うべき私有の動産が合衆国軍隊が使用している施設及び区域内にある場合には合衆国の当局は日本国の裁判所の要請に基づいてその財産を差し押さえて日本国の当局に引き渡さなければならない旨規定しております。例外といたしましてはこの動産が合衆国が使用している場合にはその対象とはなってはおりません。矢田智弘君、はい、今その18条9項 B を持ち出されたんですけれどもこれは日本ではもうこれ泣き寝入りしないといけないよというふうに言ってるのとほぼほぼ同じであると思います。相手はアメリカに帰っちゃったというケースがあるわけですね。で、この条項では国内にいる場合のみの対応方法なんじゃないでしょうか。そしてその日米地位協定ではその債務を回収するというような仕組みがない、給与を差し押さえるという仕組みがない。なぜならこの人がアメリカの銀行で給与振り込みを受けている可能性がありますね。で、日本の基地の中で ATM を使ってで、給料をこう引き出しているというときには日本国内には財産ないんですよ、動産が。そうすると差し押さえが不可能になるんですね。こういった状況をですね、まあ、おそらく認識なさっていながらこの地位協定の条項を持ち出したということはこれはもう
日本ではに住んでいて、この私が今紹介したような女の女性はもうこれ泣き寝入りするしかないよと。だそもそも債務名義が取れないわけですから、公正証書とかないわけですから、言ってる意味分かります？裁判所の命令が取れないんですよ、決定が。でこの条項でよると、裁判所の決定があって初めて差し押さえのプロセスが始まるというふうになってるじゃないですか。それがないわけですよ。でそういう時に、そういうことがあるので、ここで法的な、あるいは制度的な不平等が生まれてますよと、それについて外務省は認識なさっていますかということが私の質問でありますけれども、もう一度質問させてください。外務省有馬大臣官房参事官。お答え申し上げます。繰り返しで恐縮でございますけれども、地位協定の第18条におきましては、先ほどの答弁の途中からになりますが、米軍構成員等の公務外の事項につきましては、基本的に我が国の民事裁判庁の手続きに従うことが定められておりますとともに、日本国の法律に基づいて強制執行を行うべき使用の動産が、合衆国軍隊が使用している施設および区域内にある場合には、合衆国の当局は日本国の裁判所の要請に基づいて、その財産を差し押さえて日本国の当局に引き渡さなければならない旨を規定しております。これは、という規定になっております。矢田智弘君。はい、これ、何度聞いても多分同じ答えしかないと思いますけども、これ、できないということを今、何度も繰り返しているということです。日本国内に動産があればということですよね。なければどうなるのと、もう帰っちゃって、その追跡もなかなかできないという中で、これ、奇跡的に、インターネットの SNS とか使って、特定したんですよ、場所を。でそういったことがですね、アメリカの回収システムを使うと、これ、できちゃうわけですよ、実現しちゃうわけですね。ところが、それをですね、その制度的な担保がまだないわけですね。で民事訴訟法、民事的にですね、今後、養育費の議論は、制度設計がなされて運用が始まっていくと思われます。これも、不可逆的にですね、動いていくでしょう。でその時に、やはりこの矛盾があると、矛盾を放置しているとですね、これ、日本のですね、この一人親、ずっとこれ、不平等なまま、不公平なままでいるということなんですね。だから、その地位協定においてはですね、もう改定は厳しいかもしれませんけれども、これまで運用改善でですね、対応してきた。で、運用改善の中で、刑事事件における賠償、損害賠償においては、その日本側が立て替えるという制度をですね、今、まさにやってるところじゃないですか。そういったことも検討すべきだと、私は思うんですね。もう一度、ちょっと外務省、お願いします。外務省有馬大臣官房参事官。お答え申し上げます。繰り返して恐縮でございますけれども、地位協定上は米軍構成員等の公務外の事項につきましては、基本的に我が国の民事裁判上の手続きに従うこととなっております。従いまして、我が国の民事裁判上に出ます判決につきましては、先ほど申し上げたとおり、日本国内に私有の動産がある場合には、合衆国の、それが施設区域内にある場合には、合衆国の当局は日本国の裁判所の要請に基づいて、その財産を差し押さえて、日本国の当局に引き渡すこととなっております。我が国の民事裁判所の手続きに従うことは定められているとおりでございます。矢田智弘君。条項を 何度も読み上げられてもですね、納得いかないのは、当然答弁されている方もご承知だと思いますけれども、これ、給与を差し押さえることできるんですか、これで。そして、子どもが成人年齢に達する18歳まで、アメリカではね、18歳までそれをこう回収することが可能なんでしょうか。お願いします。外務省有馬大臣官房参事官。給与の差し押さえについてのご質問でございますが、在日米軍関係者の給与についてでございますけれども、一般に外国政府が非商業目的に使用する財産につきましては、これを差し押さえることは主権免除の観点からできないと認識しております。矢田智弘君。
もう時間がもったいないので次に進みますけれども、一つだけ、ドイツの地位協定、ボンホスト協定、これでは給与の差し押さえがちゃんと明記されています。日本、日米間ないんですよ、それが。これがないと、この問題、全体でいうと、対象者というのは人にいいかもしれませんよ、だけど、不平等はずっと続いていくので、ぜひとも外務省には、そういったことも踏まえた上でのちゃんとした対策、だって刑事事件の損害賠償は一時立て替え払いをやってるじゃないですか、そっちはやって、こっちはできないよっていう話にはおそらくならない。しかも日本の国内で、ね、今、与野党を含めて、この制度はちゃんとしていこうねというふうな機運が盛り上がっている中だけにです、ね、これ、外務省、ちゃんと対応してもらわないと困るということを、まず意見として申し述べさせていただきまして、次に移りますけれども、こういったそのです、ね、不平等があるということをです、ね、ぜひ法制審議会でも、とりあえず、踏まえて、ちょっとこれどうしようかというふうな議論もしていただきたいんですけれども、法務大臣、今の議論を聞いた上でお伺い、ご意見をお伺いしたいです。よろしくお願いします。上川法務大臣。養育費の不払い問題につきましては、この父母の離婚後の子どもの生活に直結する重要な課題であると認識していると。改めてそう申し上げるところでございますが、その重要性につきましては、日本人同士の父母の場合でありましょうとも、あろうと、また日本人と外国人の父母との間の場合であろうとも、変わりはないというふうに認識をしております。法制審議会におきましても、先ほど来の申し上げたチルデンファーストということでありますので、そうした視点からさまざまな角度での検討が行われると期待しております。はい、矢野智弘君。ぜひ積極的に取り組んで、この問題についても取り組んでいただきたいと思いますが、大臣、このアメリカのですね、この回収システム、ご存知でしょうか。上川法務大臣。私もちょっとアメリカに留学をしておりまして、かなり前から離婚に伴いまして、家族が構成が変わってきている状況であります、養育費の支払いについて、強制的に回収していくという制度そのものは、子どものためにということで、非常に重要であるというふうに、私も認識をしておりまして、世界にはさまざまな仕組みがございますので、これにつきましての検討も、この間やってきてはいるところでありますが、さらに深掘りをしてまいりたいと思っております。矢野智弘君、はい、この日本にいてもこの使える仕組み、とてもありがたいと思うんですね。しかもワンステップですよ。申し立てをすれば DNA 検査をやってくれて、で親子関係が確認されれば、それで州の家庭裁判所が差し押さえをですね、命令するというふうな、もうワンステップの本当に典型例なんですけれども、これ逆の立場でですね、考えたときに、日本の制度はあまりにもなさすぎる、現状ではですね、これから整備されていくと思われますけれども、この制度、日本、国際的に見てこの日本の制度、ね、その外国でその子どもを、結婚して、こう日本に離婚して帰ってきた、で子どもが外国で育ってる。で貧困にあえてるかもしれない、そんなときにこう訴える手立てがないわけですね、回収する手立てがないと、こういった現状はやはりですね、国際的に見ても、やっぱおかしいし、遅れてるんですよ、大臣、この現状、ちょっとこれ、どうお考えなんでしょうか。上川法務大臣。我が国におきまして、養育費確保のための制度、これにつきましては、今まさに法制審議会におきましても、審議をしていただいているということでございます。離婚の件数も非常に社会の中で残念ながら増えているという状況もございますし、その確実に成長と生活の支援をしながら、しっかりと子どもがそうした離婚の現状を受け入れて、しっかりと対応できるようにしていくということが極めて大事だと思います。先ほど申し上げましたとおり、この養育費の干渉の仕組み、実際に取り決めがあっても、
なかなか実現できないというところが今実態でありますので、この制度の整備のことも含めまして、しっかりとご議論してまいりたいと思います。矢田智弘君。はい、まあ、その、やっぱりその一人親にとってみると、今現状は非常に厳しいですよね。子育てをしながら裁判所に申し立てをして、そして養育費を回収していかないといけないと、自力で。これは非常に厳しい、ほぼほぼこれ難しいと思います。だそういったその、方々をやっぱりその制度的にですね、サポートする仕組みがないと安心安全につながらないし、子どもの福祉につながらないというような現状がございますので、ぜひとも例えば建て替え制度とか、アメリカのような限りなくワンステップに近い養育費回収システムの導入について、最後になりますけれども、法務大臣のお考え、改めてですがお聞かせください。申し合わせの時間が経過しておりますので、簡潔にお願いします。一連のご指摘をいただきました、さまざまな検討課題がございます。その中の一つとして重要に考えてまいりたいと思います。ありがとうございます。質問終わります。次に松田。